はい、ファスティングマイスターの安寿です。本日はですね、ファスティング1日目についてお伝えしていきたいと思います。1日目の効果のことについて お伝えしていきます。実際の実況中継は別の動画の方に上がってますので、そちらの方を見ていただけたらなと思います。今日は1日目っていうことで、成長ホルモンが出てくるんですよ。1日目成長ホルモン出てきます。成長ホルモンは別名若返りホルモンというふうに言われてます。こうやって若返っちゃうってことです。若返っちゃいます。はい。で、これ成長ホルモンが出る仕組みってどういうふうに流れで出てくるのかっていうのをお伝えしていきますね。まずお腹って、お腹が減るとなりますよね。それは何でなるかって言ったら、胃があって小腸があるんですけど、胃に何もないじゃないですか。食べないから胃を通り越して小腸に行くんですけど、そしたらモチリンっていうねホルモンを出すんですよ、小腸が。そうすると胃が収縮します。モチリンっていうのが、小腸がモチリンっていうホルモンを出して胃が収縮するので、その時にグーグーってなるんですね。で、それを収縮の音を出したとしたら、今度ね小腸が視床下部の方まで回っていってですね、この流れがいって、グレリンっていうホルモンを出します。視床下部がグレリンというホルモンを出します。そこから今度ね下垂体の方に移動して、脳の下垂体の方に行って成長ホルモンを出す流れとなっています。で、成長ホルモンっていうのどういう効果があるのかなっていうと、肌がきれいになる、あと骨が強くなります、あと髪がきれいになります、あと脂肪を燃やします、あと集中力が高まります。これ全部いいイメージ、いいことばっかりです、成長ホルモンっていうのは。で、成長ホルモンっていうのは思春期の頃 100% なんですね。まあ、若い頃10代の時 100% で、30代になっちゃったら、これね30代になっちゃったら、3分の1で、40代で4分の1、50代で5分の1、どん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 減っていくんです。どん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 減っていきます。私40代なので4分の1に減ってるんですけど、ファスティングすることによってこれはリセットされて 100% になります。そうすると、じゃん、この成長ホルモン、赤返りホルモンっていうのが出てきますので、ファスティングすると、ね、結構5歳若返って見えるっていうふうに言われます。私のやってるクライアントさんですけど、自分もそうだと思います。自分も一番分かるのがこの肌、肌が綺麗になってるのがすごい分かります。男なんだけど、あ、すっげえ肌がツヤツヤしてるっていう風に分かって、で、実際に来たクライアントさんが、先生肌がすごい綺麗ですよっていう風に毎回毎回言ってくださるので、私もそう嬉しくてファスティングやってる状態です。はい。私結構デトックスと肌を綺麗にするっていうのを目的にやってますので、はい、なんか楽しい結果になりますよね。はい。いつも楽しくファスティングやってます。はい。なので1日目って大体成長ホルモンが出てきますよって話をお伝えしてしました。はい。ぜひ参考にしてほしいなと思います。ファスティングすると大体5歳は若返るっていうふうに言われてますので、ぜひね興味持っていただけたらなと思います。はい。ではまた動画あげますのでよろしくお願いします。